島本博ヘッド専任、バッテリーコーチは井野、投手コーチ吉則。ヤクルト島本博ヘッド兼バッテリーコーチが、来季からヘッドコーチ専任となることがなのか、わかった。来季の続投が決定した高津監督の右腕として、チーム再建に尽力していくことになる。それに合わせて空位となる来季の一軍バッテリーコーチに、球団は井野優スコアラーの内部昇格を検討している。また来季の投手コーチとして、球団 OB で DC リーグ武蔵野吉則投手コーチ兼投手の入閣に向けて調整している。復帰となれば18年以来、7年ぶりにツバメのユニフォームに袖を通すことになる。投球技術のみならず、コンディション面など、培ってきた豊富な経験を時代に伝えることも期待される。島、すごいコーチ陣だな。予想をさらに下回る構成。コーチでも遊び出したな。井野は未知数だけど衣川みたいになる可能性もあるし、吉則と吉岡は別に良くない？何が不満なのか。能力じゃなくて人柄採用くさ。何事にもひたむきな姿勢で投手陣、首脳陣からの信頼も厚く。全員元楽天でくさ。まあ島は規定路線やろ。一軍首脳陣が全員元楽天って、来年もバントたくさんやるんだろうな。神宮なんだからどんどん打ってほしいわ。楽天も楽天でちょいちょいヤクルト関係ある人がコーチしとるし謎の連携しとる。コーチ集めが人脈頼みだとこうなるって感じ？野球盤の手法いるやん。ご視聴ありがとうございました。